はい、皆さんこんにちは、マンダルグリボシです。今回はプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲のシャア続きをプレイしていきたいと思います。今回はおそらくアムロ編の最後のステージになると思います。ステージ6です。効果を始めたアクシズを破壊するため、私はアクシズ内部への侵入、爆薬をセットした。よし、セット完了。これでアクシズはバラバラになる。交代遅いぞ。アクシズと一緒に沈みたいか。爆破作業を終えたラー・カイラムはアクシズから離脱した。予想に反し、アクシズはバラバラにはならなかった。分断させる爆発が強すぎた。前の方は地球から離脱するが、後ろの方が爆発でブレーキをかけられ、地球への落下コースを取ってしまった。私の勝ちだな。今計算してみたが、アクシズのコブは地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。シャア、貴様を倒した後でな。これでシャアとの最終決戦ですね。さあ、ここはライフル戦で射撃戦ですね。射撃戦で戦っていきましょう。で、ここぞというところで、今撃った敵に関連ですね。これを打ち込んだところに攻撃を合わせる。バスーカーと一緒に当てたかったところなんですけど、残念ながらあまり悔しい人は来られなかったので、ちょっとここは次の敵に関連と、バスーカーの残骸が回復するまでかわしつつ、いつでも格闘戦に戻るように準備だけはしておきます。でダミーも出せるんですよ。ちゃんと食らった。ダミーをちょっと出して目くらまししておきましょう。でミサイルなんかも一応打ち尽くしつつ、次のライフルが回復して、フィンファンネルが回復したこのタイミングでまた打って出ましょうか。しっかり射撃戦をこなしておかないといけないところなんですけど、分かった。ちょっとまたライフルの残弾が来てしまいましょうか。状態を認識しつつ空打ちをしてしまったので、ちょっと一体ここはバズーカー全体に打ち尽くします。で次のピンファンネルの攻撃とバズーカーと、ビームライフルですね、これをちょっと連動させたいんですが、ちょっとどうだろう。先にファンネル使うしかないから、ファンネルを使って、ファンネルを気にしているこの間にライフルを打ち尽くす。まあ、今回はダメージ結構取れましたね。そしたらまたキャノンを打って、キャノンも切れたら、まあ、ちょっと格闘戦に備えましょう。最後に、格闘を入れてくるか。ちょっと警戒しつつ、格闘戦に備えます。ダメージを出しつつ、ミサイルにちょっと全体に打ち尽くしましょう。ライフルが回復したので、わずかに回復しましたね。あとはピンパネルが回復したタイミングで
一気に蹴りをつける。おお、バズーカが当たった。セリフはゼーターでもありましたよね。バカなことをやめろ。アクシズの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。クレオの教師も温かくて安心を感じる。しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。分かってる。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。進路変更確実。地球から離れます。はい、車を撃破しましたね。これで終わりなのか。なんかこの後のムービーはやっぱりないんですね。まあ、この後シャアがどうなった、ダムロがどうなったかっていうのはね、ファンの間でも諸説あるという、このゲームの中でも特に具体的な内容は分かれずというところですね。Yeah.